阿波罗新闻网独立感言新影放眼看世界展望新連合総報は中国海関のデータによると中国は10月にオーストラリア産の石炭を279万トン輸入していると報じました。ブルームバーグによるとこれらの石炭は以前に通関できずに中国の港に取り残された可能性があります。中国とオーストラリアの関係が悪化する中、中国は昨年後半からオーストラリア産石炭の輸入通関手続きを行っていません。記事によると、これら石炭のほとんどが暖房用の一般炭ですが、製鉄用の原料炭は77万8千トンあります。海関のデータでは、オーストラリアからの石炭輸入は昨年11月が最後の記録です。アメリカのエネルギー業コンサルティング会社ウッド・マッケンジーは先月、中国の港にはオーストラリア産の原料炭約500万トン、一般炭約300トンが通関待ちの状態にあると推定しました。中国の鉄鋼生産能力は世界の半分を占めています。11月22日付の中国紙華社時報の報道によると、近年、中国の鉄鋼石輸入量は年々増加しています。2020年には 11.7 億トンの鉄鉱石が輸入され、海外への依存度は 80.6% とでした。この6年間、中国の鉄鉱石の対外依存度は長らく 80% 以上を保っています。その中でも、オーストラリアとブラジルからの鉄鉱石の輸入が全体の 80% を占めており、オーストラリアからの輸入が全体の 60% 以上を占めています。